共同通信社。共同通信社は、日本の通信社である。一般社団法人共同通信社とその子会社である、株式会社共同通信社の2社が、同じ共同通信社という名称で存在している。このため、両社を区別する必要があるときには、それぞれを、社団共同、経営共同と呼ぶケースが多い。本校では、社団共同を中心に記述する。 一般社団法人共同通信社、共同通信社、挙土ニュースは東京を拠点とする一般社団法人の通信社である。日本国内外のニュースや写真、記事関連のデータを日本国内の新聞社、NHK、民間放送局などに提供、配信している。新聞記事の冒頭に共同と書いてある記事は共同通信社から、 配信された記事であるが、それ以外にも加盟氏が共同のクレジットを付けずにそのまま掲載している記事もある。契約上、国内ニュースにも共同のクレジットを明記することになっているが、沖縄以外の加盟氏で明記する新聞社は少ない。共同クレジットを明記すれば、地元記事以外のすべての記事が共同通信配信記事と判断され掲載、SI、がつかないためとされている。このため、 通信社の配信記事の責任の所在をめぐってトラブルが起こることもある。配信元の表示参照。英国のロイターや米国の AP 通信と並ぶ世界を代表する通信社である。日本国内は元より世界で強固な地位を確立している。日本国内の新聞社等各社は共同通信が存在しないとニュースを報じ運営していくのは困難である。2006年 平成18年9月1日に、平壌・朝鮮民主主義人民共和国に支局を開設した。これは、日本の機関紙、新聞赤旗、現、撤退、朝鮮新報を除く報道機関では、初の支局開設となった。NNA がグループ入りしたことに伴い一部の死者、現地法人が、共同通信社の支局と事実上を一体化するケースが、出ている。この場合、 NNA の現地法人に共同通信社から派遣された特派員が所属するケースと共同通信社 NNA がそれぞれ独自の組織を持つ事例に分かれる。いずれにしても共同通信から派遣された特派員は一般ニュースの取材に専念し、経済ニュースの取材及び現地日系企業に対して売り上げを立てる事業は NNA が担当する。 共同通信社自らが取材したニュース、共同通信論説委員室で執筆した社説及び一部の加盟者が取材したニュースなどを加盟者である全国の新聞社と NHK 契約者である民間放送局や一部の新聞社、ネット媒体等に配信。さらに子会社を通じてマスコミ以外も含めた企業や海外マスコミなどへ配信する。新聞連載4コマ。 漫画などの配信もする。1989年に創設された、非営利の報道機関、センターフォーパブリックインテグリティ、センターフォーパブリックインテグラティの国際報道部門、米、和ンに、事務所があるでは60カ国以上の記者やジャーナリストが、連携し、国際的な犯罪を取材し、報道。日本の報道機関の代表として、共同通信も参加している。その他に、 連載記事、小説、芸能、生活、経済、書評も多くの地方紙に配信、収録している。プロ野球、公営競技などの過去のデータなどを配信するデータベース。日本付近だけでなく世界の海を航行する船舶に対し、主に短波を利用してニュース等を配信する。ニュースは、紙面の形をとったファックス新聞で正式名称は、共同ニュースという。 送られた紙面は、船内で掲示板に貼られて、閲覧に供される。本来は、契約向けではあるが、ラジオファクシミリの性質上、スクランブルなどはかけられていないため、設備があれば、誰でも受信することができる。鹿児島県漁業無線局に送信書を設置している。なお、市局、市社は、地方新聞社の本社内にあることが多い、東京市社は共同通信社本社内、 函館、旭川、釧路市局は北海道新聞社の各支社内にある。加盟新聞社と NHK の計59社が社員社として毎年の予算を負担する一般社団法人組織をとっている。社員社は日本経済新聞社、日経新聞、産業経済新聞社、産経新聞のほか、ブロック市の中日新聞社、中日新聞、東京新聞、 北海道新聞社、西日本新聞社が主で、特にブロック誌の出資比率が高いとされる。社員社で作る理事会の会長は2019年7月16日現在、中日新聞社社長の大島ウ一チロが務める。なお、ニュース番組で報道局フロアなどから放送している際に、ピーピポピポピポと裏で音が流れる場合がある。これはニュースの第一報。 番外のほか、その換気音からピーコと呼ばれているのほか、新聞社、放送局など各メディアへのお知らせが共同通信社から送られる時の注意アナウンスである。重大ニュースの一方では、このお知らせがキンコーンカーンコーンといった学校のチャイム風、ウェストミンスターの鐘のものになり新聞社が号外を発行するニュースであれば、このフラッシュで配信アナウンスされる。 共同通信社が2009年11月に発表した毎日新聞との包括提携で共同通信加盟者とも協議の上で毎日新聞が個別に記事配信を受け地域面を充実させるとした内容に同年12月複数の有力ブロックし地方紙が合意した覚えはないと反発した読売新聞グループ朝日新聞社といった 自社取材網が充実している大手新聞社、全国の民間放送局、すべてではない、共同に加盟できるだけの財務的余裕がない一部の新聞社、商業新聞でないため日本新聞協会に加盟できない、機関紙発行元、インターネット動画配信専門のプロダクションなどが該当する。なお、マスコミ分野を本業としない民間企業や観光庁がニュースの配信を希望する場合は、 国内であれば、KK 共同化、共同通信デジタル、海外では、挙土ニュースインターナショナル、または、NNA 現地法人との契約を原則とする、口実。契約者には、外信記事、一部の運動記事しか配信されないことになっているが、実は、それぞれの系列のスポーツ紙や、地方紙、テレビ局などから、共同通信の配信記事内容が漏れ伝わっている。 読売新聞の場合は、放置新聞社社会部と福島民有東京支社から、朝日新聞の場合は、直系の日刊スポーツ新聞社と合系の神奈川新聞社から、契約者時代の毎日新聞の場合は、スポニチ東京本社と福島民放、下付新聞領主の東京支社からといった具合である。民放キー局でも、日本テレビが契約をしていないが、NNN は、日テレ本社、 日テレタワー内にある南海放送東京支社経由で共同通信発の外信、ニュースを入手できる状態にある。2010年代に入ると衛星一般放送事業者、2011年以前の委託放送事業者やネット配信専門のプロダクションといった新たな形態の動画系マスメディアが登場したが、それら事業者は個別に共同通信社と提携したり、 同一資本に契約者がある場合はその会社を通じるなどの形で共同伝の供給を受けている。一方で共同通信の配信記事をそのまま掲載しながら契約者である新聞社は自社記事のように日特派員と署名をつけるケースが目立つ。時折共同通信の配信記事に誤りがあった場合全く同じ誤りを契約者の記事に見つけることができる。 また、その国にいなかったはずの記者の名前が付けられていることさえもある。つまり、契約者の国際記事には共同のクレジットは見当たらないが、実質的に日々掲載はなされている。そのため、契約者の経営サイドは共同通信との契約を打ち切りたいが配信上の圧力等より日の目を見ない。しかし共同通信側が、それぞれの契約者に異議申し立てをしたことはない。 論説、社説についても、同一の文章が題名を変えただけで、複数紙に掲載されることがある。例えば2012年7月13日には、茨城新聞と岐阜新聞と参院中央新報で、大津市中二いじめ自殺事件に、つい、学校や市教委の協力が見込めるのに、子供たちが動揺するのが確実な、強制権限を振り回す必要があったのかと、述べているが、 社説の文面は同一である。1998年、当時外信記事に限って配信を受けていた三大自然社読売、朝日、毎日が契約料値下げを要求。この動きに追随する形で、三経新聞社も出資額の値下げを要求した。これに対し共同通信側は4社の要求を拒絶した経営上の問題も多く、 通信社の存在自体が問われている大きな問題である。ただし、友好関係にある加盟社も少なくない。例えば2010年、沖縄タイムス、琉球新報、共同通信は三者合同企画。昨後の20年、普天間交渉を立ち上げ、いわゆる普天間問題で論人を張る中核的存在となった。共同通信社には連載企画が多い。 そのいくつかを紹介する。以上各氏らが世界の常連執筆者となっている。理事長、1949年の第29回理事会にて、理事長制の廃止に関する定款変更承認される。同年第10回社員総会、第30.31回理事会にて、理事会長、専務理事、常務理事制になる。 1966年3月3日に開かれた臨時社員総会第203回理事会にて岩本専務理事の辞任と共同通信社へ社長制の新設と新社屋への移転に伴う定管の一部変更を承認された歴代社長共同通信社がニュースを配信している国内の報道機関は次の通り楽しくご覧になりましたら購読と良いです クリックしてください。